信よ。誰がもう反省したんだからレースの件は納棺っていうか、最近はカルデアも物騒でしょ。邪神とか言われても困るのよね。ほら、出典不明の本物がいるじゃない。ああいうのに仲間認定されたら頭が痛いっていうか、いくら私が金星の女神でも職種とかタコとか SF 的な括りには入りたくないっていうか。まあいいわ、今日は私も不気分だし、いつもの暴言も今日はさらっと流してあげる。それでここには何の用？見ての通りお菓子の逆さまのお城だけど。そっか、チョコと観光か。どっちも選ぶとは欲張りね、マスター。ここちょっと世界遺産っぽいし、わかるわかる、私もつい釣られてきたほどだもの。でも残念なことに露店も名産も宝物庫もなかったわ。あるのはハトとチョコファウンテンだけ。そりゃバレンタインだからチョコがメインなのはわかるけど。ん？バレンタイン、バレンタイン、チョコをもらいに私のところまで？しまった、チョコの相手って私か。忘れてた、なんて言えない目をしているわ。邪神でもすっとぼけるのは不可能だわ。でもなんとかごまかさないと。美の女神を歌っておいてバレンタインを忘れてたとか失態にも程があるし。チョコレートでしょ。そうそう、分かってるわ、ちゃんと考えていたわ、ちゃんと。うまくごまかすには、ごまかすには、ごまかすとか。ああ、もうごめん、無理。素直に謝るわ。ごめんなさい、マスター。何も用意していませんでした。私はダメな女神です。そりゃね、私だって今日の大切さは知っているわけだし、あなたには日頃からわがままも聞いてもらってるし、ここで返さなきゃ女神が廃るってものでしょ。だから素直に謝ったの。チョコ事前に用意していなくてごめんなさいって。でも幸い今日はまだ始まったばかり、いくらでも挽回のしようがあるわ。はい、そんなわけでスクーターを出すから後ろに乗って、マスター。観光がしたいんでしょ。ならとっておきの名所に連れて行ってあげる。光栄に思いなさい、私がタダでマンナを飛ばすなんてめったにないんだから。ええ、世界中を回れば素敵なチョコも見つかるだろうし、二人で一緒に最高のチョコを探しましょう。準備はいい？それじゃツアースタート。誰にも真似のできない最速のバレンタインをプレゼントしてあげる。